お晩でございます。プロマインクラフターコミュニティ JCU 代表のマイクラおじさん、辰波修一です。皆さんこんにちは、 JCU の浜島です。さあ辰波さん、やってまいりました。やってきましたね。そうなんです、はい、なんと私たち JCU マイクラリレーに参加させていただくことになりました。よいしょ、よいしょ、ありがとう、ありがとうございます。いや、そうそうたる人たちがね参加しているこのリレーなんですけれども、この企画にお呼びいただきまして本当に嬉しい限りでございます。そうですね、本当にありがたいですね。ただおそらくなんですけど、この動画を見ている人たちってほとんどの人が我々 JCU を知らないと思うんですね、うん、その自信があるなので辰波さん、ぜひ簡単にご説明のほどお願いします。わかりました。もうちゃんとご紹介しておかないとね、私たち JCU 正式名称はですね、ジャパンクラフターズユニオンという名前でして、私たちはですね、マインクラフトのゲーム内にあるマーケットプレイスというところで私たちが作ったワールドやスキンを出品するという活動をしております。マインクラフトの公式パートナーとして活動をさせていただいております。はい、ありがとうございます。はい、そして辰波さん、はい、今回のマイクラリレーなんですけれども、うん、テーマがですね、作るっていうものだったんですね、うん、なので我々 JCU とある企画をやってきましたね。うん、そうなんです、まあ、今回は、はい、作るということがテーマということで、まあそこに来ちゃもう我々誰よりも作ることに関してはですね、自信とこだわりのあるメンバーが揃っております JCU でございますが、その JCU で空島建築というものをやってきました。なるほど、空島建築、具体的にどういう企画なんですかね。はい、空中にですね、直径51ブロックある、半球の土台の上にプロマインクラフターたちがそれぞれ作りたいものを作れるだけ作っていこうという結構壮大な企画です。なるほど、ありがとうございます。空島建築を簡単にムービーにまとめてきましたので、まずはそちらを見ていただいた後に、その後辰波さんと僕とでですね、はい、そのワールドを実際に探索してみようかなと。わかりました、じゃあ行ってみましょう。それじゃあ、はい、皆さんにまずはムービーをご覧いただきましょう。これがプロマインクラフターコミュニティ JCU だ、行ってみよう。
ということでムービーを見ていただきましたが、もうマイクラの画面にねドーンと映ってますけれども、今回なんとですね、70個もの空島が作られまして、すごい量を作ってくれました。動画ではですね、さっきのあのムービーでは全然紹介しきれてないので、まあ、世界観とか遊び方、まあ、その他をですね、まあ、ごくごく一部ではあるんですけれども、これから2人で探索をしてご紹介していきたいなと思っております。じゃあまずはスタート。これが1個目の島ですか？そうです。これ何か分かりますか？これは見たことあるっすね。そうなんです、これは私が作りました。渡辺さんが作ったんですね。そうです、最初っていうことで、はい、まあ日本人クラウターが作ってるんだよっていうのを出したかったんで、ちょっと日本的なものを入れてみました。はい、そうですね。まあご存知浮世絵とかですね、まあ、パッと見一番でかくて分かるのが東秀斎写楽の大谷鬼神のやっこ江戸兵衛ですね。こういうやつですね。教科書載ってるやつですね。教科書載ってるやつです、はい、で、手前にあるこうザブーンってなってるのが、葛飾北斎の富岳三十六景神奈川沖波浦。ああ、教科書載ってます、その単語。これも教科書載ってますね。はい、はい、これがですね、歌川広重の東海道五十三次日本橋朝の景にある日本橋ですね。おー、日本橋、それはちょっと再現しております。じゃあ次々どんどん紹介していきましょう。そうですね、はい、家ちょっと見てみましょう。ここから、はいはいはい、あ、神社ですね。そうですね、神社って言っても、雲の沢ってなんか壊れてるけど、これ大丈夫？これがですね、ぜひ鳥居をくぐってもらって。はい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 、あ、おー、びっくりした。なんだこれ、すげー。おー、っていうかここに透明な村人がいる。これ実はいろいろ設定があるみたいで、朽ち果てるのを待つ廃神社らしいんですよ。この神社に近づく人に過去の幻影を見せるんですって。ああ、じゃあこれは在りし日の神社ってことなんだ。おそらくそうなんですよ。なのでこの村人も昔ここにいた人なんでしょうね。でこっち見てください、ここにもいるんですよ、見えます？ほんとだ、うっすら狛犬様。はい、狛犬もいるんですよ。へえ、ありがとうございます。素晴らしい、お賽銭いただきました。盗んだでしょ。はい、続いてはなんですけれども、日本城郭変わり城ということで、芳明さんはですね、はい、すごくお城に詳しいんですよ。なのでここにあるこういう丸いこう壁があるじゃないですか。はいはいはい、これ丸馬出しと呼ばれているやり方で、はい、こう敵が外から攻めにくく、そして内側からはこうやって敵にこう矢を追いかけやすいっていう、そういう作りの構造なんですね。だから防御の構造なんですね。こういうね、このミニチュアだからきっちりお城の作りを再現してるっていうのはね、なかなかできることじゃないんですよ。だからこういう風な構造にお城っていうのはなってるんですよっていうのをね、ちょっと勉強させてくれる。蛇の迷路ですね、これ実際に中迷路になって楽しめるということなんで、ちょっと私ね、はい、行ってこようと思います。ぜひ、はい、行ってきます。行ってきます。おお、わ、狭い、見えない。わあ、綺麗、この中庭すごい、ガラス張りの中庭がねすごい綺麗なんですよ。あれ、違うな、この先がこういう、あれ、ゴールっていうことですね。入り口だよ。ここは入り口だ。さあ、ということでね、一部なんですけれども探索をしてきましたが、いかがでしたでしょうか？そうですね、本当にクラフターさんたち、うん、それぞれ個性があって面白いですね。でしょ、はい、よかったでしょ、うん、ちなみにね、玉島さん、はいはい、一番最後の島まで来たんですけれども、はい、ここにはまあ何もないんですけどね、この作品の最後を作るのはあなたです。これ私よく知らないな。実はですね、はい、空に浮かんだ JCU の企画のワールド、はい、なんと無料配布することが決まってます。マジで無料配布します。はい、遊んでもらえる、遊んでいただけるんです。はい、すごいじゃないですか。ぜひ皆さんダウンロードして遊んでください。はい、で、そのダウンロードの方法とかに関しては下の概要欄からですね、ここね、ダウンロードのリンクがありますので、はい、ぜひそこをクリックして
見てください。はい、はい、最後ご報告がありますね。そうなんです、我々 JCU はですね YouTube 活動あまりしてなかったんですけれども、今後マインクラフト実況のシリーズをスタートしまーす。やったー、お楽しみに。普通の実況やるよ。さて辰波さん、そろそろ時間になってしまいます。いや残念。はい、ぜひねこの動画が良いと思った方はですね、チャンネル登録と高評価の方ぜひよろしくお願いします。また動画を見てこの人の建築良かったなとかいうのがあれば、ぜひあのコメント欄に書き込んでいただければと思います。概要欄にはプロマインクラフターたちのツイッターアカウント書いてますから、ぜひ要チェックしてください。マイクラリレーの次の動画はジャパパチャンネルさんです。いつも面白い企画されてるんで、今回どんな動画があるのか楽しみなところですね。そうそうそう、楽しみですね。次は新しい企画が出てくるのか、それとも今までのねなんかこう踏襲したものが出てくるのか、ワクワクです。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあのーじゃあねー。